エンジェル伝説は、ヤギ京広氏による日本の漫画作品。月刊少年ジャンプ1993年から2000年まで連載された。全15巻。集英者漫画文庫が全10巻。OVA 化もされた。初期から中期以降にかけて絵柄が洗練されていったが、変化はかなり大きく、比較するとほとんど別物になっている。 日常的な描写と異色なギャグで人気を博し、長期連載となった。舞台は冒険とあるが、白雲高校の番長である小島の定期券には、那覇交通と記載されているため、沖縄県とされる。登場人物の名前は有名な画家をもじったものが多い。天使のごとく純朴で澄み切った心を持つ少年、北野聖一郎は同時に、悪魔のごとく凶悪で、 恐ろしい顔を持っていた。平気空高校に転校してきた彼は本人の意志とは関係なくそのコア表と周囲の誤解により不良扱いされてしまい様々な伝説を作り出していく。声優は OVA 版でのもの。北野家の向かいに引っ越してきた家族。名前の由来はロブ・ハルフォード。1996年12月13日に東映ビデオが 同映 V アニメとして制作。原作でのアクト1からアクト2までのアニメ化である。OVA 作品のサントラ版が1996年9月1日に発売された。全18曲で、レーベルはエピックレコードジャパン。終映者エンジェル伝説コミックス一覧。終映者文庫エンジェル伝説全10巻。ありがとうございます。